岸田総理大臣はギリシャのミツォタキス首相と会談し、中国の覇権主義的な活動などを念頭に、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け緊密に連携することで一致しました。海洋国家である両国にとって自由で開かれた海洋秩序は共通の利益です。両国関係を戦略的パートナーシップに格上げをし、緊密に連携をしていくと。また岸田総理は、長引くロシアによるウクライナへの侵攻が国際秩序を揺るがしていると強調し、両首脳は厳しい対ロ制裁とウクライナ支援の継続で一致したということです。一方、ミツォタキス首相は、力による現状変更は絶対に容認できないとして、ルールに基づいた国際秩序の尊重が重要で、日本との協力を推進すると述べました。